魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんこんばんは。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。今回はなんとテコが個人的に好きなメーカーのユニヘルツさんからスマホのレビュー依頼をいただきました。ユニハーツと呼んでる方も多いですね。テコもつい最近までそう呼んでいました。ユニヘルツさんは少し変わった面白いスマートフォンを数多く生み出しているメーカーで、テコも超コンパクトスマホゼリー2をサブ端末として今でも愛用しています。今回はゼリー2の後継モデルとなるゼリースターの先行レビューです。このチャンネルではスマホやタブレットの最新情報や格安 SIM やお得情報を幅広くお届けしています。年度末までにチャンネル登録2万名様を目指して奮闘中。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。ユニヘルツの超コンパクトスマホゼリースター、背面のスケルトン LED ライトが特徴的なデザインのスマホです。カラーはレッドとブルーの2色展開で技的もバッチリ。外箱のデザインはシンプルで、開封するとすぐ本体の登場。付属品はユーザーガイド、保護フィルム、SIM ピン、 AC アダプターに USB Type A to C ケーブル、ストラップが同梱されています。本体には TPU ケースが装着された状態で、写真では分かりづらいのですが保護フィルムも貼り付け済みでした。充電器とストラップ、ケースとフィルムも貼り付け済みで予備のフィルムも同梱、至れり尽くせりだね。ケースを外してゼリー2と並べてみました。基本的なデザインはほぼ同じだけど、透明になって LED ライトがついた感じだね。通知とかメディアに合わせて背面がピカピカ光る、なんかどっかで見たことがある機能だね。 iPhone 13 mini とのサイズ比較です。こうやって見るとめちゃくちゃ小さいよね。高さ 95.1mm、 幅 49.6mm、 厚み 18.7mm、 重量 116g。 実際に重さを測ってみると 122g で、ケースをつけると 134g でした。交渉値よりもちょっと重めなんだね。3インチ液晶ディスプレイ、解像度は 480×854 と低いのですが、画面が小さいので十分綺麗です。バッテリー容量は 2000mAh で、充電器も同梱。 PC マークアプリでバッテリーテストをしてみました。 100% から 20% になるまでの時間は6時間6分。ゼリースターはゴリゴリ使うタイプのスマホではないので、これだけ持てば十分だとテコは思います。マイクロ SD、 イヤホンジャック、生体認証は顔認証と背面の指紋認証、ショートカットキー、背面の LED ランプが光るダイナミック LED ライト、ナノ SIM 2枚のデュアル SIM 対応で、マイクロ SD を使う場合は排他利用となります。カメラは4800万画素の広角カメラが1つの一眼構成。何枚か試し撮りをしてきたので見てみましょう。合格。デジタルズーム2倍、最大の10倍、広角2倍、10倍。薄暗い林から遠くのビルを撮ってみた。木と空、近づいて撮ったお花、もう一丁お花、日差しが強いところで撮ったお花畑、新緑とビル、逆光の道路、駅前の看板、大きなビル、繁華街っぽいところ。ゼリー2とも取り比べてみました。広角、デジタルズーム2倍、最大、日差しが当たるベンチ、ゼリー2はしんみり、ゼリースターはポカポカって感じ。このお花畑はゼリー2の方が現実に近い色味だけど、ゼリースターの方があったかい感じで私は好きだな。繁華街のビルの看板を
頑張って引き伸ばすと、ジェリー2はほとんど読めないけど、ジェリースターの方は渋谷って読めるね。暗い林の中の写真ですが、ジェリースターの方が明るく撮れています。カメラ性能の高い iPhone 14 Pro と比較してみると、遠くのビルがはっきりしていますね。 Galaxy S23 とも比較するとこんな感じ。え、 Galaxy S23? 持ってたっけ。カメラ性能の差はありますが、なかなか頑張ってると思います。動画性能も見てみよう。 2K 撮影、電子手ブレ補正はありです。思ってたよりは綺麗だけど、歩く振動でブルブルブルってなるね。ジェリースターは 5G には非対応ですが、国内キャリアの主要周波数に対応。 Wi-Fi 5、Bluetooth 5.3、NFC 対応。お財布携帯は非対応です。ソックはメディアテックのヘリオ G99、 RAM 8GB、 ROM 256GB。 開封直後は 15GB 使用中でした。アンツツベンチマークバージョン 9.6.2 のスコアは 367,226。 温度は7度上昇、バッテリーは 6% 消費。ミドルレンジモデルのスマホですが、超コンパクトスマホとして考えると使用用途は限られてくるので、十分すぎる性能です。重い負荷をかけるとバッテリーの消費も早く、3インチという極端に小さなサイズのディスプレイなので、はっきり言ってゲームをするのにはおすすめしません。Geekbench 6の結果は、シングルコアスコア727、マルチコアスコア1995、 GPU OpenCL 1298、バルカンスコア1251。ここから恒例のゲーム検証です。さっきゲームはおすすめしないって言ってたじゃん。おすすめはしませんが、どんな風に動くのか気になったのでやってみたいと思います。まずはコールオブデューティーモバイル。グラフィック品質は普通、フレームレートは高が上限になっています。今回はグラフィック品質を低、フレームレートは高で遊んでみます。操作ははっきり言ってやりづらい。画面が小さいもんね。照準も合わせづらいよ。あと走るとガクガクするね。続いてプロジェクト世界。まずは 3D MV モード。結構普通にできてるね。低難易度だと問題なく遊べますね。次は軽量モードで難易度を上げてみます。ミス連発してるじゃん。一度にたくさんのノーツが降ってくると、押しづらかったり反応しなかったりでミスが増えますね。高難易度は無理そうです。次は原神です。デフォルトの画質は最低、設定を変えずにそのまま遊んでみます。時々カクついて動きも止まっちゃうね。遊びなくはないのですが、カクつきも気になりますし、原神は細かい操作もあるので、この画面サイズではかなりやりにくいです。最後はモンストだね。これなら画面が小さくても大丈夫そう。友情コンボも問題ナッシング。モンストは操作も簡単だし、ゼリースターでも普通に遊べるね。想像よりは遊べてたけど、やっぱり3インチでゲームするのは無理があったね。そもそも画面が小さすぎてやりづら。細かな操作が必要なゲームは難しいですが、操作が単純なゲームなら問題なさそうですね。販売窓口はアリエクスプレスで、通常価格は$219、円換算で約31,700円。ミドルレンジモデルクラスの超コンパクトスマホとして考えると、この価格はテコテキにはありです。
8月21日から28日まで特別価格で先行販売が開始されるので、気になる方はコメント欄または概要欄のリンクからぜひチェックしてみてくださいね。ユニヘルツジェリースターいかがだったでしょうか。6月13日にクラウドファンディングサイトキックスターターに掲載され、目標金額は約700万円でしたが、すぐに4000万円分の予約が集まったことから、ジェリースターに期待している方が多いことがわかります。3インチの超コンパクトスマホに十分すぎる基本性能、メディアプレイヤーとして必須なイヤホンジャックも搭載し、充電器やケースなど同梱品も充実。背面の LED を新要素として加え、より楽しいスマホになりました。コンセプトはいいんだけど、この極端に小さいサイズがダメって人も多そうだよね。ゲームだけじゃなくてキーボード入力はかなり打ちづらいし、防水等級の記載がなかったから水回りは注意しないとだし、あとお財布携帯に対応してないのは残念。ジェリー2はお財布携帯対応だったので、ジェリースターにも対応してほしいですね。国内モデルを正式に販売するようになったらお財布携帯の対応もあるかもしれませんが、現時点では非対応なので、 QR コード決済や NFC のタッチ決済などを使うしかありませんね。大衆向けのスマホではないですし、欠点もありますが、コンパクトスマホ好きのテコとしては汽笛もしっかり取得してくれていますし、ユニヘルツさんの存在はとても貴重です。ジェリースターが発表された時にぜひ触ってみたいなと思っていたので、今回お声をかけていただけて本当に嬉しかったです。白テコが喜びのあまり興奮しすぎてて落ち着かせるの大変だったよ。このチャンネルではリスナーさんからのリクエストにお答えしたり、格安 SIM やスマホのお得情報なども発信しています。ご質問やご相談は動画か Twitter のコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。おまけでやってほしいことも募集中ですよ。サブチャンネル裏口にもぜひ遊びに来てくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、Twitter のフォローもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、明日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバーイ。